19は、日本のプロレスのレフェリー。2011年11月22日に、PW、リミックスボリューム3六本木毛布のアイスリボン、提供マッチにおける桜エミ VS、鳴宮薪戦でデビュー。師匠は、デュークサド。フリー期間を経て、2013年5月19日より、シアタープロレス課長風月に所属。現在所属団体以外では、 ワールド女子プロレスディアナ、ニオータム・ウィンター、FMW、シークレット・ベース、プロレスリング A チーム等のレフェリーで活動。また、新日本プロレスはじめ、様々な団体、個人へのリングレンタルを行うリング屋のオフィスラビの、ホームページ作成も担当している。2016年7月18日、勝村おさむ対ちろ推し線において、乱闘に巻き込まれ、骨折の被害に遭う。 2018年に19国側に改名。2019年4月にシアタープロレス課長風月を離れ、フリーランスとなる。2019年11月、プロレスリングマジックボックス所属となる。2020年3月、混乱を招くため、19に改名。レフェリーネームのジュークは、レフェリーとして関わっていた19時女子プロレスのジュークである。アイスリボンスタッフロールでは、 19岡村表記。レフェリー以前は01でリングスタッフをしていた。ありがとうございます。